お疲れ様です。おーラスカル。早速カメラ構えてますね。お疲れ様。おはようございます。おはようございます。今日は、はい、俺の紹介第2弾みたいな。前回はあの、寿司スブリムさんご紹介いただいて、うん、今回はどんな感じなんですか？金太郎っていうもつ鍋屋さんかな。昔さ、はいはい、ガリタ食堂って覚えてる？あのめちゃイケさんのコーナーですよね。そう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 、そのガリタ食堂で紹介された居酒屋さんなんだけど、はいはい、そのもつ鍋がむちゃくちゃ量が多くて、はいはい、みんな食べきれないみたいな。はいはい、ラスカルならいけるっしょ。そこ本当に美味しくて、俺がすげえおすすめできるお店なんでね。早速行く？行きましょうか。うん、緊急事態も明けたんで今日は飲める撮影ですか？そういうことです。最高の撮影じゃないですか。そう。ここです。こちらですか？はい、金太郎さん。金太郎なんか店頭に書いてありますね、うん、これ。そう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 、ここなんですよ。あのガリタさんが懐かしいですね。綾野剛さんも来てるじゃないですか。そう、綾野剛さんも来てる。実はいろんな芸能人が、はいはい、結構おしどりでね通ってた。あ、そうなんですか。よし、じゃあ入っていきましょうか。ありがとうございます。それめっちゃ来てるじゃないですか。めっちゃ来てるじゃないですか。これなんかね、あの大食いの人間からしたらもう神様みたいなもんですから、食レポの方とかは。本当に内山さんとかね、すごい。ということで、ただいま店内に入ってきましたが、いろいろメニュー、この壁面にも書いてあるんですけど、何をその右手すごくないですか。これフジテレビ人気番組めちゃイケイケっていう、あ、このね、実は、はい、コースメニューがあるんだけど、はいはいはい、このコースメニューがさっき俺が言ったその結構食べきれないで、はい、今日さ、はいはい、実は鍋っていうこともあって、はい、一人で鍋食ってるのもあるじゃん。鍋ってさ、まあ、なんかこうみんなでつまんで楽しくなんかそうですねやるっていう、はい、いきなりなんだけど、はい、天音瑞希ちゃんっていうセクシー女優さんなんだけど、はい、食レポをしたことがなくて、はい、食レポをしてみたいので、はい、その瑞希ちゃんを今日お呼びしてます。お、急ですね。だいぶ急ですね、それ。だからちょっと一緒に食ってもらってもいいかな。あ、もうぜひぜひ。いい？はい。どうぞ。失礼しまーす。めっちゃ綺麗な人来たけど。そんなに失礼しました。めちゃ綺麗な人でしょ。お願いします。お願いします。いや、めっちゃ緊張しますね。私も緊張します。シラフでこの距離感、僕目見れないんですよね。でも本当に僕もなんかコンセプト的には、はい、食を楽しくというか、うん、なんか楽しんでる姿を動画にしたいので、はい、逆に動画してない方が、ただ皆さんにも伝わるかもしれないですね。そしたら早速料理の注文とかしちゃっても大丈夫ですか？もう料理の注文は、はい、俺が決めちゃった。あ、わかりました。コースを頼んでもらいたい。わかりました。いい？はい、もちろんです。お願いします。コーハイとモンサワー。ありがとうございます。ありがとうございます。早速に今日暑いんで乾杯しちゃって大丈夫ですか？はい、はい、初めましてですけど、初めまして、よろしくお願いします。お願いします。乾杯。乾杯。うまっ。くちょうだい。天音さんも YouTube を始めるんですか？はい、そうですね。実は天音ちゃんの YouTube は僕撮ってるんですよ、カメラ。じゃあもう企画進行はしてる感じなんですね。そう。どんな企画撮ってるんですか？セクシーなやつです。セクシーなやつ、はい、セクシーなやつです。エロをやるんじゃなくて、はい、エロの良さを知ってもらう、あと性に対してのマナ ー、 ー、はいはいはい、そういったところを伝えていければなみたいな感じの YouTube を撮ってる。ただ自分の好きな食レポとか、はい、なんかそういったのもやっていきたいっていうので、今回ちょっとラスカル君にお願いしようと思って、どういう感じなのかなみたいな。いや、なんか恥ずかしいですね。なんか全部見られてるかのような今回やるはず。頭焼きになりますね。お、頭焼き。頭焼き。ありがとうございます。こちらは特製の味噌なんで、これつけてみましょう。うん。あら、豚バラめっちゃ美味しそう。確か、ここのお店の店名にも、もつ焼きと頭焼き、うん、で、ホルモンと頭焼きみたいな感じだったんで。あれ、ね、串もめちゃくちゃうまいの。居酒屋なんだけど、はい、居酒屋のクオリティじゃないのね。しかも、めちゃくちゃ安いの、ここ。うわぁ、これ、リンゴなのも来たんすか。最初は豚しゃぶ鍋になりますね。豚しゃぶ。最初は。そしたら熱々でいただいちゃいましょうか。お店もなんかもう、うん、量産の分もある。3本ずつあるんで。また俺の分まで来てる。みんなで食べましょう。いいの？はい。あ、すいません。ありがとうございます。せーのでいただきます。いただきます。あ。うま。うま。めちゃくちゃお酒のつまみ。あ、
まただの頭じゃないというか、まあ、皮のカリカリ感とか軟骨のようなコリコリ感とか、うん、その頭以外の良さが加わっているような串で、これめっちゃうまいですね。うまいです。これうまやばい、お酒がやっぱり序盤から今日幸せなんだなって分かりました。本当。おー、湯立ってきた。見てください。うわ、うまそう。スープと一緒に召し上がっていただきます。スープ飲み放題なんで。飲み放題もう、はい、でもさっきちょっとチラッとメニュー見たんですけど、うん、コース、うん、あれコースが飲み放題とかでしたっけ。そうですね。ですよね。でそれでお値段いくらぐらいなんですか、コースで。全体で2,700円。安いでしょ。どっちかっていうとしゃぶしゃぶというかちゃんこっぽいような感じですね。うん、確かに、うん。ちょっと豚しそ巻き。あ、下も行きますか。美味しそう。どうですか、この豚しそ巻き。絶対うまいじゃないですか。はい、いただきます。うん。これめちゃめちゃうまいですね。臭みが一切ないです。すごい、いただきます。いただきます。うまいでしょ。うまっ。めちゃめちゃうまいんだけど、自分が経験してきたしゃぶしゃぶではないですね。初めて食べます。これうまっ。うまみがすごいですね、うん、本当に実際飲んでもらわないとわからない、うん、言葉で表せない、めちゃめちゃうまいな。二日酔いでも飲めますね。うん、それでまた飲み放題のコース食べたら二日酔いどころか三日酔いになるから。はい。わあ、来た。これ今度はコースに入ってないんですけど、ね、サービスで。何ですか？サービス名物の山賊焼きという。山賊焼き。山賊焼きが、はい、信州版の唐揚げみたいな。美味しそう。こんな感じですね。じゃあ、りょうさんから取ります。りょうさんから、りょうさんから。セクシーだな。カニだね、ちょっと。すごい。もうまたラスカルが照れてるのが可愛い。男性だったら誰でもこうなりますって。そっか。あ、もう次、ぜひ取っちゃってください、はい、結構太いんですね。今日はあの、はい、食レポって話なんで先に食べてもらった方が言いやすいですし、僕からね、言っちゃうとあれなんで、うん、はい。プリプリ。お肉が大きくて肉厚です、めっちゃ。美味しいです。ロさん、助け船出さないですか。俺助けて。いじってみようと。今なんすかね、なんか僕も、うん、僕の食レポじゃないですけど、うん、背中にじわっと汗かいてました。間のせいで。多分ね、みんなこれ多分ね吹いたと思う。いただきます。うわ、めっちゃハードル上がったなこれ。上がったなこれ。上がったなこれ。いただきます。確かにうまい。一味揚げしてるので火通しても油が逃げにくいというか、うん、そのおかげでやっぱプリプリ感が普通の唐揚げよりも全然違うので、これうまいですね。美味しいです。やっぱプロだね。プロですね、食感。うまいね、さすが。あ、よかった。さすが。あー、いや、汗かいた。そんなにも食いたくないと思ったことないですね。鍋のコースなんで、もつ鍋になるんでね。あ、もつ鍋。ありがとうございます。要はこの鍋の中に、そうです、そのままもつ鍋入れるってことですか。そうです。結構、ね、野菜多くないですか。そうですよね。めちゃくちゃ多い。いっぱい。だって居酒屋でこれおつまみキャベツとか頼んだらこれ3回分ぐらい入ってますよ。そうだよね。だから出すから意味分かった。いや、あの普通の人は食べきれないぐらい。これは普通の人無理。この後締めとかあるんですよね。そうですね。いや、もういやこれ締めですよ。でも基本的に言ったら、いや、至ってきたよ。いや、できましたね、だいぶ。これちょっと見えます、これもつの感じ。プリプリっすよ、これ。めっちゃうまそう。あ、でもやっぱ香りも全然変わりますね。変わります。うまそう。ニラの香りがまたいいっす。どうですか。うまいです。うまいっす。めちゃめちゃうまい。でもやっぱあの思った通り、ホルモン入れた分の重たさっていうのは、うん、
まりなくて、本当に油の旨味程度、どっちかって言ったらね、野菜が多いんで、野菜の甘みとか旨味の方が濃くなってて、ここでも全然二日でもいけるぐらいですね。だから俺食えちゃうな。下処理すごくしっかりされてる感じの、うまっ。美容に良さそう、うん、確かに量多いですけど、出汁が濃いだけであっさりしてるんで、そうですね、食べやすい、ちょっと食べ過ぎちゃう感は分かります。結構もし苦手な方でも食えると思うんだよ。うん、そうか、これで、あと締め2個くんのか。なんだろう、なんか、褒め言葉ですよ。変なお店ですね。今日こういう席で用意してもらいましたけど、カウンター座りながら話して食いたいですね。カウンターもね、結構ね、大将と喋りながらさ、飲む、大将も飲むから、こう。いいね、それ。うん。面白いよ。ビールとかもいいけど、ホッピーとかもいいですね、こういう店は。わかる。じゃあ3番目。あら、うん、あ、もう来た。これ何ですか？ちゃんぽん麺ですね。あ、ちゃんぽん麺だ。普通のラーメン屋さんの1玉以上ありますよ。確かに。何人前とかなんですか？これ1人前です。いや、え？あー、なるほどなるほど。なんか理解したつもりだったんですけど、うん、まだ僕の理解が甘かったです、この店の。でしょ、うん、とんでもねえや、この店。さっきのそのホッピーもあれですけど、なんだろう、ちょっと都内じゃないところでも、中が200円来たら安いじゃないですか。うん、四ツ谷で中190円ですよ。で、外で340円。安っ。めちゃめちゃ安い。これ僕、居酒屋さんで、はい、ここの店は相場感として、嬉しいお店か嬉しくないお店で、基準があって、生が500円を下回ってくれるのか、はい、上なのかっていうところが僕結構基準にしてるんですけど、うん、ここ、四ツ谷ですよ、生中。450円。安すぎません、全体的に。確かに。せんべろじゃないですけど、軽く一杯と串何本か頼んで、それで別に毎日来たところで、全然。いいよね。うん、いいですよね。じゃあそろそろ大将もなんかあの麺いい感じだよってことなんで、うん、ちょっと取り分けちゃっていいですか？はい、ちなみにまだいけます？もうちょっと、もうちょっといけます、はい、じゃあ軽めにいただきます。軽めでお願いします。結構これところどころカットしてるけど、結構頑張って食べてたもんね。いや頑張ってます、うんうん、うわうまそう。わわわわ、うわ麺ふっと、すごい、めちゃめちゃうまそうですね。うまそう、はい、香りがいいですね。どう？これめっちゃうまい。もちもち。中華麺とうどんの間みたいな。もちもちしてるし、しっかりスープ吸ってるし。うまっ。あ。なるほど。本当にこの締めのための布石ぐらい、これがうまいっす。今までが。もう布石な感じです、もう。もうあまねちゃんもうーんしか言えなくなってきちゃうね。パンパンですね。パンパン。パンパン。確かに煮えれば煮えるほど、もちろんね、腰は弱くなるんですけど、うん、スープしっかり吸ってくれてるんで、またね、あの別の旨味が出てきますね。めっちゃ、めっちゃ見られてるな。見てたりするので、この間近で見られること全然ないんで。一回止めてもらって。いや、結構お腹いっぱいになって。お腹いっぱい。え、あ、そうか。最後のイタリアン雑炊になりますね。イタリアン雑炊。そうですね。このお米は何人前ですか？これは一応一人前で、あとちょっとだけサービスしますね。あのさっきのちゃんぽんがさ、締めだと思うじゃん。こっちがメイン締めなんですよ。てか、あの、まあ、これはちょっとプラスされたんですけど、1合ぐらいあったじゃないですか。ってことはですね、通常でも半合ぐらいは入ってくると思うんですよね。そういうこと。1人のコースメニューの中に、もうそもそも3人前ぐらい入ってる計算になってこない、これ。本当、あの、大将、これちなみになんですけど、締めだけはちょっと量減らしてもらったりとかできたりするんですか、普段。基本的にはお断りしてます。このお店、怖い。うまそう。チーズ？チーズ？はい、お待たせしました。これが以上になりますね。これ締めにこの洋風になる感じなんですね。どうします？食べます？限界だったら。結構もうパンパンチーズ。じゃ、りょうさんどうします？俺食べる。あ、やっぱり早いな、返答が。返答が早いな。あ、じゃあ一口で食ってみて。一口。はい、一口。いただきます。
まあ、どんな感じ？うん、なんかリゾットって上手に近いよね。うん、さっと入る。なんか不思議と野菜とお肉がこんだけ入ってきたんで、チーズリゾットなんですけど、本当にブイヨンみたいに、うん、あっさりだけどコクがあるような感じに仕上がってるんで、うん、重くないんです。いや、すごいですね。だから食えちゃうんですよ。いやでも正直言いますよ、普通の人は食えないです。それでもなおかつ食えないですね。そろそろさ、はい、俺も食べたいしさ、はい、飲みたい。要約すると、もう撮影やめないってことですか？もう止めていい？まあでも十分お店の良さは伝わったかなと思うんで、いいんじゃないですか？僕も飲みたいっす、一緒に。いい？いいですね。いい。あったー。じゃあとりあえず乾杯。あ、じゃあ改めてお疲れ様でした。お疲れ様でした。最後にちょっとお店の改めてご紹介を、うん、はい、今回ねお邪魔させていただいたのは四ツ谷にございます頭焼きもつ鍋のお店金太郎さんでございますね。いやマジで全部うまかったです、ね、超美味しかったです。味はもちろんなんですけど、うん、まあ、量もびっくりしました。ですね。もうね本当にね全部美味しいメニューばっかりなんで、うん、皆さんもねあの2軒目とかではなくて1軒目に ね、あのお腹を整えてぜひね美味しいこちらの金太郎さんのコース2700いくらとかね、めちゃめちゃ安いんで食べてみてください。いやめっちゃうまかった。で金太郎さんもちろんでございますが、指導されます YouTube チャンネルの方ね、こちらのねチャンネルの方は概要欄にも記載しておきますので、ぜひね動画の方もご覧ください。よろしくお願いいたします。多分おそらくなんですけど僕と一緒で多分りょうさんに急に今日振られてきた感じだと思うので、そうですね。まあ2人ともねサプライズって感じでしたけど、本当に今日もお付き合いいただきありがとうございました。ありがとう。じゃあもうこんな感じで飲みましょうか。そうしよう。はい、そうしよう。またなんか第3弾できたらいいね。第3弾、あの、できたらじゃないです。しましょう。しましょう。OK です。はい、お疲れ様でした。今日、ありがとうございました。ありがとうございました。